ユバンクスはアメリカ合衆国のジャズとフュージョンのスライドトロンボーン奏者。ギタリストのケビン・ユーバンクスとトランペッターのデュアン・ユーバンクスの兄弟である。ジャズピアニストのレイ・ブライアントとベーシストのトミー・ブライアントはおじにあたる。彼の母親、ベラ・ユーバンクスは有名なピアニストであるケニー・バロンの最初のピアノ教師であった。ロビン・ユーバンクスは 1955年10月25日にフィラデルフィアで生まれた。フィラデルフィア芸術大学を優秀な成績で卒業し、ニューヨークに活動を移した。1980年代初期になり、ジャズシーンに初めて登場。スライドハンプトン、サンラ、スティービー・ワンダーと共演した。ユーバンクスは、ジャズドラマーのアートブレイキージャズ、メッセンジャーズにおいて音楽監督を務めた。 ジャズドラマーのエルヴィン・ジョーンズ・ジャズ・マシーンのメンバーも務めている。彼は、ジャズ・トロンボーン奏者、スティーブ・トゥーレの2003年リリースアルバム、ワン・ヨン・ジェペイング・オマージュ・ツー・ j j ジョンソンの貢献者であった。ユーバンクスはまた、バンドリーダーとして何枚かのアルバムをリリースした。彼は、コントラバス奏者、デーブ・ホランドのクインテット、セクステット、オクテット、ビッグバンドで、 15年間にわたって演奏した。JJ ジョンソンが、オハイオ州のオーバーリーン音楽院に、ユーバンクスを推薦し、ジャズトロンボーンとジャズ作曲について20年間の、長きにわたり、教授として教えた。また、ボストンのニューイングランド音楽院や、バークリー音楽大学でも、教弁をとっている。2008年から2019年まで、約10年間は、オールスターグループである。 SF ジャズコレクティブのメンバーでもあった。ロビンは M ベースの先駆者の一人である。彼はザ・トゥ・ナイト・ショー、サタデー・ナイト・ライブ、グラミー・ジなど多数のテレビ番組やスペシャル番組に出演している。また、トロンボーンによる電子効果の使用を開拓した。ロビンはアメリカ及び世界中の様々な大学で講師、ゲスト・ソリスト、クリニック担当を頻繁に務めている。 ユーバンクスは、ダウンビート氏と、ジャズタイムズ氏から、ナンバーワントロンボーン奏者に選ばれたことがある。ジェリアレガアウトブレイキースティーブ・コールマン・ソニー、フォーチュン・クレイグ・ハンディ・ジョー・ヘンダーソン・デブ・ホランド・ロナルド、シャノン・ジャクソン・エルビン・ジョー・オンズ・ボビー・プレバイト、ハンク・ロバーツ・ハーブ・ロバートソン・その他。ありがとうございます。